百州武道具店の動画。Yo Yo 切り返しの歌だぜ、始まるよ。 Yo Yo Here we go。 切り返し繰り返し切り返し、やるだけだし、これで俺は向かうとこ敵なし、yeah。 コテ抜き面抜き、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 全員上飛べ、yeah。 切り返し基本中の基本だし、切り返し刃筋立ってただしいし、コテ抜き面抜き、コテ抜き面抜き、プチョヘンズアップ、プチョヘンズアップ、コテ抜き面抜き、コテ抜き面抜き、コテ抜き面抜き、そう危険帯の一致地、yeah。 こんにちは、百州武道具店のうがです。いきますか、おー久しぶり。今日は足、神足を手に入れるっていう話をします。うまい子やっぱりね、足が違う。今回ビデオ多分ね3本立てぐらいになると思うんだけど、とても細かいとこまでやります。なぜなら神足を手に入れるからなんですよ。普通の足じゃない、普通の足さばきじゃない、細かいところまで分かりやすく説明していきます。ぜひ見てください。例えばいつも先生に左足をすぐに引きつけなさいとか、いつでも打てる足の準備をしておきなさいとか、右足をもっと強く踏み込みなさいとか、いろんなことを言われると思うんです。でも足の話ってほんと難しくて、言われてもできないんだよね。で、毎回注意されるので、剣道やってて嫌になるのって、もうまさにこういう時で、自分じゃできてるって思ってるのに、みんなの先生からお前があれがダメだよ、あれがダメだよって同じこと注意されるの、もう嫌になっちゃうよ。どうやって直していいかわかんないんだから。そしてさらに怖いことね、この足の悪い癖っていうのはなかなか治らないんですよ。例えば小学1年生で剣道を始めて、足の悪い癖がついたまま小学6年生まで行ってまだ治ってない、こんなことはザラですよ。よくある話。そのまま中学行く、強くなれない、これみんな足が悪いからです。じゃあ早速だけど、みんなが神足、神様のようなすごい足を手に入れるためにはどうしたらいいか。普通の足使いじゃないよ、神様のような神足だよ。どうすればいいか。これはまあ構えたところ上から見た図なんだけど、まあ右足が前、左手左足が後ろ、まあこう斜めに構えてるよね、普通ね。これ鼻、頭ね、こう面布団があると、こう構えてます。この時に神足を手に入れようと思ったら、例えば左足の引き付けを早くとか、右の足をするように前に出すとか、そういう細かいとこじゃなくて、まず大きいとこなんですよ。大きいとこ、それは体全体を半分に割って右半分を使うの、それとも左半分を使うの、まずここからなんです。これは多くの人がこう構えると、右手、右足、右半身が前に出てるから、右足を使っちゃうんだよね。右半分の力を使う。これは体の前にある右足、右手で体を、重たい体を引っ張ろうとする力なんだよね。だけど、神足を使いたい人はこれじゃできません。神足を使いたい人は体の後ろ側にある左足、左手、左腰、この左半分で重たい体を押してやる力でいくんです。押してやる力。引っ張る力じゃなくて、押してやる力。なぜなら、引っ張る力よりも、押してやる力の方が強いからです。もう少しわかりやすく説明すると、ここに重たい荷物があります。この重たい荷物を動かしたいとき、どうやる？やっぱり普通はこうやって重たい荷物があったら、後ろからグッと押してみるよね。力入れて押してみる。これが一番良さそうに思うよね。だけど、なぜか剣道になると、この重たい荷物の前に体を持ってきて、こうやって引っ張って前に出ようとするの。これが引っ張る力。この重たい荷物ってのは、すなわち自分の体。自分の体を前側脇にある自分の右足で引っ張るのか、後ろ側脇にある自分の左足で押してやるのか。もちろん、神足を手に入れるためには左足で押してやるんです。じゃあもうちょっと突っ込んで話をするね。剣道っていうのはお互い構えて、そこから攻めて相手が崩れたところを打つんだったよね。ということはよく考えてみてよ。相手も同じことやってきます。
相手もこっちを崩そうと思って攻めていきます。そういう時、相手が攻めてきた時に簡単に構えが崩れてるようじゃ到底神足にはなれないんです。神足っていうのはたとえ相手が攻めてきても絶対に崩れない安定した足のことを言います。体の中にあるラインがあるんです。ある線があるのね。そこを意識するんです。その大事なラインっていうのはこれまた体の左半分に全部あります。左手、左腰、左足、もう一回言いますよ。左手、左腰、左足、このラインが崩れると剣道が崩れるって言われてます。なぜならこのラインこそが攻めだったり打突だったりするパワーの源だからです。そのために一つとても大事なことがあるんです。それは、はい、ちょっと後ろ向いてください。ここの背中、腰、今度はこのラインをこうパキッと折ることなんです。この背中と腰を二つに折るっていうのはこれを想像してください。じゃん、ジャンボチョコモナカ。これをね、こうでしょ、これもう大好きなんだけど、これを、まあ、こう背中とするじゃない。ここをバキッバキッバキッ折る、こういう感覚です。この背中と腰を2つに割るっていうイメージは先生によっては胸を張りなさいとか肩甲骨同士をくっつけなさいとかこういう風に言われてますけど、同じことです。全ては足、神足のためなんですよ。イメージで言うと腰を左足、後ろ脇にある足に乗っけるイメージなんです。そのためにやっぱりこうなってるとできないんだよね。肩を下げて背中と腰を折る、こう構えます。そして一つだけ注意点があって、これまでこう構えてた人が背中と腰を折れって言われるとここまではできるんだけど構えがこうなっちゃうんだよね。ここにスペースがないの。だから背中と腰を折ったならばここやっぱり一拳分開けるようにここのスペースを調整してやりましょう。そうすると見違えるようになります。背中と腰を折ることについてもっと詳しく知りたい方はいい本があります。剣道の極意と左足、小林充先生。これ一冊丸々体の左半分のことについて書かれています。じゃあ最後簡単にまとめしておきます。今日は神足を手に入れるために大事なこと2つお話しました。1つ目はこう構えた時に体の右半分じゃなくて左半分を意識して使いましょうっていう話。もう1つは背中と腰を割りましょう、折りましょうっていう話でしたね。いよいよ次の2本目のビデオでは細かい神足のやり方をお話していきます。今日はこの辺りでありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。